し、この週のゲスト森三中からこのお二人です。森三中黒沢です。村上です。よろしくお願いします。何で来たの？初めてですね。はい、はい、そうですね。これ見てよ、村西徹さんからもらったナイスですね。なんですかそれは。いいでしょこれ、村西徹監督が。うわ、今日だってゲスト濃すぎますもんね。なんか今日の1時代からの本当にアツキフィジエゾンから始まって濃すぎるよね。いや、なんで、それすごいでしょ。あの、吹けるんですか本当に。貝の笛です。吹ける吹ける、貝の笛で黒木あの、はい、カロさんが吹いてたね。え、ちょっと音聞こえた。あ、そういうことだ。知らないこれ。すいません、ちょっと世代が。あの黒木かおるさんが、はい、あの気持ちよかったら吹くっていう、この貝の笛って天才でしょ。貝の笛ですね。一世を風靡したんだよ。うわ、高くもない音っていう。そうだよ、うん、そうそうそう、監督の後が、いやこれは飾らないと。いや、そうです、ね、あの大島さんが陣痛が始まったら吹いてもらって、はい、いいかもしれないですね。いいでしょ、いいですね、それなんか来そうな気がするんですよね。もうすぐですからね、本当に、はい、お二人今日は何で来たんですか。いや、何ですかって、いや逆に呼ばれたの何ですか。そうですよ、こっちが聞きたいですよ。プロモーションも特にな ないですよ。あのね、あの今週と来週はもしかしたら出産するかもしれないウィークだった。はい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 、はい、だからちょっと知り合いを呼んどけば安心だっていうスタッフが考えたらしていずれにしてあれですか、あのそのおさむさんがもう出てもいいみたいな、前倒しにしてもらうとか。だから今週は森三中2人でしょ、来週はヤシロっていう本当に身内な感じの安心感になるところを抑えとけば、うん、最悪大丈夫だろう、ちょっと任せるわっていうのもありってことですね。そう、うん、そうなんだけど、なんかヤシロと話してたら、うん、来週ね、最悪俺の代打っていうのも、うん、ね、うん、っていうことだったらしいんだけど、本当にマネージャーのミスでまさかのルミネとルミネの間だったらしくて、この間ヤシロが、お世話さん最悪の状態になピンチになった時に僕ルミネなんですけどって言われてね。いや、それやばいですよ。ちょっとお二人ともスタンバイしていただかないとね。いや、そっか、大木さんの方かもしれない。大木さんでも忙しいから。大木さんね、大変。見てますし。ドラ渡部もよく出てたんだけど、はい、もう最近大ブレイクに。いろんな大ブレイクに。ハッシュタグっていう。そういうから。おしゃれだから。さあ、村上さん。はい、お子さん何歳になったんですか。1歳3ヶ月ですね、もう。もう喋る？何か言いたいことがあってほにゃほにゃ言ってます。でももうこっちが言ってることが結構わかるんで、うん、なんかこう例えば背中かいいな、書いてくれるって言うと書いてくれるんですよ。すごいね、賢い、はい、すごいんですよ、すごい、もういろんなことが分かるようになりました。すごいじゃん、黒沢なんか背中も書いてくんね、はい、そうですね、むしろ蹴られますね。蹴られますよね。黒沢会ったことあるんですか、村上さんの。会いました、会いました、結構ちょこちょこ、うん、はい、でも全然慣れてくれないですね。泣いてますね。いや怖いもんだって。そうなんですよ、すっごい怖いんですよ、うん、あのうちの娘が泣くじゃないですか、うん、やっぱ初めての現場とか連れてったりとかして知らない人もいっぱいいるんで、うん、そうすると黒沢さんがそれ以上に泣き真似をするんですよ、うん、それが怖くて絶対トラウマになると思って。なんでそれ以上の泣き真似するんですか。そしたらこの人なんだろうと思って黙ってくれる方もいらっしゃるんですよ、この人、うん、そう、僕以上に泣いてるんだとか、うん、私以上に泣いてるこの人はって言ってかわいそうな目で見てくれるんですよね。でもちょっと怖がってるところはなんかもう、だってさ、親戚のおばさんとかでやっぱすげえ怖い人とかいたじゃん、なんか不気味な人とか、なんか早く帰ってほしいっていう感じのいますよね。そういう感じのおばさん。黒沢さんはそう、いや、行きます。でもね、いろんななんかね、女性芸人さんも会いましたけど、唯一笑った女性芸人さんははるかちゃん、マリセンボンの。そうなの。一見怖がりそうなイメージで苦手かなと思ったら、うん、みんな大久保さんも泣いちゃったし、光浦さんも泣いちゃったし、黒沢さんも泣いちゃったし、うん、はるなちゃんも泣いちゃったんですよ。なのにはるかちゃんがこんにちはって言ったらニコニコ笑って、何だろう、初対面だったのにびっくりしました。自分より幸うつそうだから。何だろうかな、やっぱり。どうなんですか、黒沢さんは同じそのグループというか、はい、トリオの、はい、人の子供っていうのはどういう感じなの。どういう、なんか、うん、兄弟みたいな感じですかね。親戚っていうか、親戚というか自分のなんか兄弟みたいな。え、自分の兄弟、自分の兄弟。嘘でしょ。あ、甥っ子姪っ子みたいな感じじゃなくて、兄弟ってこと。黒沢さんの精神年齢が5歳だからってこと、はい、自分の妹みたいな感じってこと、みたいなとか、うん、そういう感じですね、なんか近い世代の。確かに、だって黒沢さんからうちの娘と会っても可愛いって聞いたことないんですよ。だから兄弟な感覚かもしれないですね、もしかしたら。みんな割とやっぱりそのめいっ子みたいなイメージがあって、うん、可愛いって言ってこう抱っこしたりしてくれるんですけど、うん、
一回も聞いたことないです、可愛いって。うん、私あのドゥンツクバっていうフジテレビやってた番組で、うん、ココロ君って今いっぱい出てる、ココ、ね、うんうん、あのドゥンツクバを見た時に、はっ、私がなりたかった、5歳児の少年になりたかったんですけど今でも私のなりたかった5歳児の少年だと思って、うん、ライバルになりました。私はココロ君が、ココロ君がでも会いたくて会いたく会わせていただいて、やっぱり、うん、やっぱりなんかもうちょっとこう嫉妬するところがあるんですよね、心君に。わかる。だって心君ってちょっと怖いもんね。本当ですか。ちょっと怖いじゃん。でも似てる似てる、はい、なんか黒沢の持ってる狂気と心君の中に潜んでる狂気ってのはちょっと似てるよ。本当ですか。かぶってる、かぶってる、かぶってる、かぶってますか。心君ってやっぱちょっと怖さがあるじゃん、なんかこう、ちょっとじゃあ大人になったらこうなっちゃうかもしれないけど、いや怖いですね。マジマジで心君はやばいかも。やばいかも。大丈夫、私が全力で守れますから。いやいや、お前が守ったらもっとやばい。僕も守ります。村上さんはちょっとね、僕聞いてるんですけど、はい、予定日よりどうだったの？私は5日早かったです。5日早いんですか、はい、やっぱ正規出産ってもういつ生まれてもいいよっていうところは予定日よりも早いので、うんうん、全然もうお腹も大きかったし、あの陣痛来ちゃいました、うん、あと満月にやっぱり来ました。ああやっぱり、はい、3日が、ね、満月だったんだよね、水曜日がね、うんうん、今週は。それで満月に来て何時間陣痛？私は、うん、微弱陣痛で、うん、あの全然大きいのが来なかったんですよ、うんうん、でもう結局1日経っちゃって、うん、病院に行ってからで入院して、はい、あの来てたんですけど、もうダメだから、うん、あの陣痛促進剤は次の日の朝からして、うん、でガンガンこう陣痛来てたんですけど、うん、それでも下から出なくて、骨盤がちょっと狭かったんで、うん、私で結局帝王切開で最終的に。どんな感じなの、そのさ、はい、陣痛促進剤で陣痛が来てるんだけど、はい、もうやっぱ帝王切開だっていう瞬間あるわけじゃないですか、はいはい、その瞬間ってどういう感じで言われるんですか、お医者さんに。それはもう、もうすごい、これあんまりちょっとグロいんであれなんですけど、うん、やっぱ先生が手を入れて確認するんですよ、うん、中に。そうなのけど、うん、頭がやっぱりこう触れるけど、うん、出てくる様子がなくて、うんうん、それが一番びっくりしますよね。頭触ってるんですよ。そう、だからコツコツ手が当たってる感覚が分かるんですよ、うん、このお股の中で、うん、でこれ出ないわねって感じで、うん、あの言ってて、でもあまりにも時間もかかってしまったし、うん、あとその脈が、うん、私と赤ちゃんの脈も測れるんですけど、ね、すっごい早くなっちゃって、うん、気づいたら私もすごい熱が出ちゃってたんですよ、うん、駆動異常、うん、でだからぼーっとしちゃって、うん、なんかただ踏ん張ってこう頑張ってるからあのぼーっとしてるのかなと思ったら、うん、そっちでぼーっとしてたっていうのが分かって、うん、もうこれちょっと時間的にも危ないからっていうので、うん、帝王切開っていう。行きますかって聞かれるの、もう行きますかって選択じゃないの。私の場合はもう骨盤が開いてないので選択肢はないです、ね、うん、そうだ、もう下からは出れないなっていうのが分かったので、それでいきなりこう乗って、うん、で搬送されたりするわけ。そうです。そのパターンが一番辛いというか一番本当に大変だと思います。緊急帝王切開がきついですね。だって1日陣痛も経験してからの急遽の、ね、うん、しかも私の場合実はその陣痛促進剤もやってそれが辛すぎて、無痛もやったんですよ、うん、でもう一回すっきりしてから、もう痛くない感じで挑んだんですよ、うん、踏ん張る練習をしなきゃいけないですね。でそれでも生まれなかったんで帝王切開って、ね、全部フルコース。私の場合は何時間って36時間かかっちゃう。うわー、はあ、すごいしんどい。そうなんです。ギャーってやっぱ言ったの。あーって言う。もうね、今までで一番狂いました。うわーって、もう痛すぎて。で陣痛促進剤の痛みって逃れられないんですよ。なんかこのふーってこう落ち着く瞬間っていうのが短すぎて。陣痛促進剤って打つと痛くなるの？なんか陣痛の最後の方、普通の人がこう感じる最後の方のもうクライマックスがいきなり来たりするんですよね。そう、そうみたいです。普通陣痛って緩やかなのでぐわーって最後大きくなって踏ん張れるんですけど、そのガンガン来てるのが頭から来るから、トップで、トップから短くこう来るんですよ。それはしんどい。マジで。そう、もうあのプロレスのクライマックスの声みたいな感じ。もう本当に叫びまくってました。あーってやべえじゃん。じゃあ大島さんなんかわーって絶対言うじゃん。いやもう村主監督ですよそこは。これだ、笛だ、笛だ、笛だ、そうそう、うるさいと思うんで笛にしといた方が静かだと思いますよ。笛よ、笛よっつって本当一回鳴らして投げつけるっていうのやつ。
そんな冷静なんだよ。いや本当冷静だったらいいけど。ないでしょ。本当に今までで一番パニクりましたもん。またいやいやこれねっつってブーってバカ野郎バカ野郎っていうぐらいじゃないんですね。もうそんな余裕ないですよ。もう頑張ってください。おさむさんも多分すごい大変だから頑張ってください。ね、そうですか、うん、本当に。おさむさん気持ちもらいやすいしね。そう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 、感情移入しやすいから。俺も今一緒に寝れなくなっちゃって。え、あ、本当ですか。そうで体がむくんじゃって、で調べたら男のつわりっていうんだって。影響で男性のつわりっていうのがあるんだって、結構俺はなかったけど、大島に奥さんがすっごい例えば心配すると、はい、で吐く人は旦那さんも一緒に吐いちゃったの。あるんだって。もらっちゃうんだってやっぱり、うん、超怖いです。だから俺も陣痛がああ一緒にさ村主官とかもう一個もらわないといけないんですよ。なんないよ俺だけ吹くっていうパターンもあるかもしれない。引き続きよろしくお願いします。お送りしたのはマイケル・ブーブレ It's a beautiful day でした。さあ今日は森さん中のお二人来てますけども、はい、黒沢さんは出産祝い何か考えてくれてますか。いや出産祝い、いや、うん、そういうなんか何万円的な現金、あ、現金現金はお金の方がいい。あ、一応買いました。あのおご祝儀みたいな袋は、袋は買いました、はい、買いました。それは何ですか、どう考えてですか。もうお金で行くか物で行くか。もうお金で行きます。お金で行きます。おすごいですね。お金で、ああいいですね。すごいありがたいですよね。一番村上さんの時にもお金は出してないんで、一緒にもうあの男の子用と女の子用買いました。あ、そう、はい、ですか。あ、それも一緒にね、はい、一緒にくれても同時にくれるっていう。同時に、なんで村上の時に泣けなかったの。そもそも本当ですね、うん、いやなんかこうお金じゃない方がいいかなと思ってたんですけど、考えてたけど、あの、はい、でお洋服とかは買ったりしてんですけど、でもやっぱ被るしね。そうですね、お洋服分かんない。黒沢さんもうね、鬼奴さんが結婚して、はいはい、もう徳ちゃんね、徳子さんがもうね、結婚ね発表しましたけど、はい、どうですか。もうこれ残ってるのは本当に少ないですけど、いやオアシズさんがいますし、いやオアシズといますし、黒沢さんやっぱ違いますよ。いやなんでですか。いや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 、これやっぱちょっと違いますよ。でもねオアシズさんやっぱ経験ありますからね、いろいろ恋愛経験がある中で そこに至ったし、うん、黒沢さんまた違うジャンルですもんね。いやもう黒沢これ恋愛無理だよ。だって心くんライバルって言ってる。無理だよそんな人、やだもん、ね、女の人でややこしいんですよね。これが私がちょっとなんかお笑いみたいな感じのことをやってるからボケてると思われるのがややこしいから、あんまり説明できないんですけど、いろいろ人に。そう本当にこれ心から私はキキララになりたいし、うん、心くんになりたいっていうのは思ってるんですよ。だからね、黒沢がね、なんでね恋愛とかしないのって、非常にこれがなんかボケてるみたいに思われるから、俺もめんどくさくなるの説明してて。いやめんどくさい、まあ、あいつは無理だよって俺は本当に思ってるんだけど、うん、無理だよって言うと、いやそんなことはないでしょみたいなところで、うんうん、ね、もうその説明するのがめんどくさい、うん、もう黒沢の精神状況を、うん、なんだろう、世の中ね、こうなんかこうまとめてほしくないですよね。こうだからさ、もう本当さ、心唯一開いてるのも三平さん、三平仲良い、三平しかいないんだけど、三平はやっぱね、こう、うん、他にも心開く人もいるし、やっぱり、三平さんどうですか。いや三平仲いいんでよく、うん、いいですね。よく最近もテレビで見たことをこうお互いで、うん、こうあの人こうだよねとか言ってるのが超面白いです、うん、はい、だから男性としてとかそういうことではない、ないですね。ペーはもう本当無理ですね、無理、はい、でも男性として見るって、あれ、その東新規のさ、はい、もう入っちゃったの、あの兵役の方に。まだです。まだなの、はい、いつ。いやまだ決まってないです。あ、まだなんですか。あ、そうなの、はい、それどうなの、もし。いやもう私はあのもうプロフェッショナルとして、うん、あのもう東方神起を応援させていただいてるので、うん、もうそういうこう、うん、恋愛感情ではない、では一切恋愛感情じゃなくて、でもやっぱ唯一の心の拠り所だったわけじゃん、うん、あー拠り所、あ楽しみ、大沢さんよく聞いてくれました、うん、私ここ最近、うん、あれと思って、うん、こう応援することばかりもう全部そこに熱を入ってたんですよ、うん、時にあれここ私 4,5 年何もしてないなと思ったんですよね、うん、気づきましたようやく気づいたんです、うん、周りは気づいたみたいな、何も何も自分に残してないと、うん、なんかこう自分の中でこうやっぱり4年前のこう、うん、なんだろう、こういろんな出来事があってこう自分の中でこう結構沈んでいっちゃった時がずっとあって、それで人を応援するっていう気持ちになってしまったんですけども、うん、あここさ自分のことも応援してくださってる方もいるので、あ何か残さないと自分の中でと思って、うん、やっと大沢さん、よかったよかった、何、いやよかった、何を残そうと思った、いや本当
いやこれと決まってないんですけど、でも何何か大きいやらなきゃなって気持ちいいと思いだけ、はい、まだこうなとこまでしか、でも私はずっと持ってた夢は紅白歌合戦に出ることなんで、それはデビュー当時から言ってたよね、はい、紅白目指したいですよ。紅白にどんな形で、あ歌手とトップバッターとして、トップバッターってまた難しいけど、あ歌手としてね、はい、藤井隆さんのなんだかんだのように、ああ確かに確かにね、藤井君出たことある、芸人さんで何組かあるけど、出たいの、こう、はい、出たいです、歌手として、歌手として、あの応援面白隊長とかじゃなくてもう出させていただいたことないので、うん、もうすごい出たいんですけども、うん、とりあえずトップバッターで出たいです。俺はもう夢、それが自分の中で残したいという、はい、お笑いでもなく紅白エンターテインメントの場として、はい、ヒット曲が欲しい、ああヒット曲が欲しい、はい、確かにヒット曲があるといいからね、はい、だってさ宮迫さんなんてどの場に来てもあの曲一発ってまあ盛り上がるもん、そうですよ、うん、それないでしょ、ないんですよ、私たちがプロリンダンスとか出したの知らないですよね知ってますよ、アニメの主題歌知ってますよ、知ってましたよなんだこれっつったんだから、なんで曲ですよアニメの主題歌、あそういうのじゃあなんか目的ができた、はい、そうかでももう無理だろう、でもそ紅白は、まあでもまあ絶対無理か分かんないね、芸人なんか何が起きるか分かんないからね、本当分かんないですよ、うん、いや確かに安村みたいな相方中にブレイクすることもあるかもしれないからね、さあうちの奥さんのこう出産がだんだん近づいてきてるんですけど、三浦さん電話鳴ってますよ、三浦さん三浦さんってどんどんかかってくんだよ、え本当ですか、何万中もガンガン子供が熱が出たとかっつって、あそうですね、ちょっと一回出た方がいいですよ、大丈夫かな、いや事務所でした、ごめんなさい、事務所のやつもさ放送中だって気づけよな、もう中ですよ、嘘でしょ、いや本当になぜならこの番組にも興味がない、事務所の方もまさか生放送やってるとも思ってないですよね、嘘でしょ、いいでしょ、一回三浦さんごまかそうとしてたんですか、こうやって一回音出てんの、そうでしょ、いいでしょ、いいですね、もうそのままでいってください、ライブですね、ライブも本当にさあ近づいてきましたけど、はい、どうですか、やっぱりもう一人黒沢さん、やっぱりさ、はい、大島さんが出産をね、はい、無事すると、はい、二人お母さんになって、いや本当ですよ、いや興味ないでしょうけど頑張って聞いてくれてありがとうございます、いやいやでも黒沢さんも頑張ってくれて、いや面白くてしょうがないそれやっぱ一人が相方一人があの子供がいて結婚してとかっていうのはいるんだと思うけど、はい、やっぱこうトリオで二人でしかも結婚してるとかだったらまだわかるけど、うん、これマジでそういう気もないじゃないですか、いやないですね、はい、どうなんですか、どういう気持ちなんですか、兄弟が二人できるって感じなの、いやもう本当そうですよね、もう気持ち悪いよそれ、じゃあもし男の子が無事ご元気に生まれたらそれは弟になるんですか、黒沢さん、いやでも弟っていうよりはもう本当一緒ぐらいの感覚です、ね、ライバルですよね、本当ライバルなるほど、心君と一緒、はい、うん来たなっていう自分のライバル、あ私に構ってないって思いますね、いやそりゃそうでしょ、でもそれがもううまいこと人に伝わらないんで、これはもう生きるのが苦しいですよ、本当に精一杯で生きて本当に分かんないわ、その感覚は確かに、そうですか、すごいね、うん、やっぱでもね村上さんにもねやっぱこうやっぱ先輩ですから、はい、やっぱねやっぱ同じこうグループに先輩がいるっていうのは非常にこうありがたいですよ、うんうん、助かりますよ、そうですね、黒沢さんなんかアドバイスもう黒沢さんだって私はじゃあ未婚が若いんですから人生の年齢の年はね皆さんより一個上なんですよ、私は森さんちのなんかアドバイスしてあげてよ大島さんとさ、でも私は占い師さんに言われたんですよ、占い師怪しいですけど私が占い師にハマるっていうね占い師さんに言われたことは、私は母のようだと二人をこう見守ってる存在だって言ってましたよ、絶対そんなわけない、いやもう信じてない、そんな人がライバルだと思わないでしょだからそれも含めてなんでもっとおおらかに見てないのよ、いやもうだからそれを含めてこうやってうんうんって見てるんですよ、遠巻きに母のように見てるの、見守ってます、頑張りなさいと、なんかあったらじゃあ学費を払おうって思ってますから今頑張っていや逆だよ、ね、いや黒沢逆だよ、俺はもう本当にマジでもうその今学費を払おうって言けど大島さんともう黒沢もう正直こう70になってもやっぱりこれはうちがねやっぱ鈴木家が面倒を見てあげないとなっていうふうに言ってるよ、いやもう本当私がもう本当おさむさんきっとね このまんまね、うん、調子がいいわけないんですから、ね、人間なんて、いやそれはそうですよ、でもそしたら私はもう払ってあげますよ、本当に学費をそうなんだ、いや俺は正直黒沢の老人ホームの貯金もしていくから今後すごい、そうでしょ、だから村上だとも飽き飽きしてすぐ黒沢のこと見捨てちゃうから、やっぱこれはやっぱりそうですね、そうそう俺はやっぱり、うん、
ね、こう僕らが結婚したのはやっぱり、ね、村上と黒沢のおかげですか。です、ね、まあ、村上はもうね家族がいるけど、うん、やっぱ黒沢さんこれ人見になっちゃった時にやっぱり三平と二人で老人ホーム代はやっぱり考えてます。二人でちゃんと考えてくれてますか。考えてますか。友達がいないと死んじゃうだろうから黒沢さんは。いや本当、いやなんか生きていくのが楽しくなりましたね。そうでしょ。平安と一緒に老人ホーム入れる。友達だったらいいね。いやもう本当さ、もう何のあたりに立ててあげようかなっていうのはなんとなくあるんですか。建てるっていうかやっぱそれはうちの暴走ですから、鴨川あたりの老人ホームにやっぱ入っていい、はい、千葉ですね。そうそう、じゃあもう岡本さんのお母さんのスナックも受け継ぎますんで。あ、うちのお母さんスナックなくなっちゃうのよ。あ、なくなっちゃうんですか。そう、6月いっぱいで辞めるからもうしんどいと。でやっぱ将来的には黒沢がもう一回復活、スナックランを復活復活します。あのランこう毎日キューティーハニー歌わなきゃいけないから、ちょっと忙しいな。お客様が来ていただけるんだったらキューティーハニーね毎回やる。もう欲しいって言っていただけるんだったらもう私みたいなもんが春の愛さんのあややみたいな感じでやります。やりますよ本当に。やりはい、本当お願いしますよ。もうちょっと生きるの楽になるんで。いやもう黒沢さんこれはマジで本当に、うん、今冗談っぽく言ったけど、うん、本気で考えてる。今も私は親のもう病院代稼ぐのに必死なんですから、うん、いやいやもうそれはだから自分の親は黒沢が面倒見てよ、はい、黒沢の面倒はもううちが見なきゃいけないですから。いや本当に思ってる。何、いや本当ですか、うん、だけどあんまだからうちの子供の前で変な、ね、おばさんが来たって思わないように仲良くなっていただかないと。私がもう面倒見ますから本当に。はい、というわけでさあ、というわけですね、出産直前なので、うん、来週ねこの放送でどうなってるのか分かんないけど、うん、ちょっとよろしくお願いします ね、うん、応援を、ね、大島さんに向けて一言ずつ応援というかメッセージを、はいはい、うん、大島さん、うん、そうですね。でも本当にもうここまで来たら出すしかないんで、うん、そうですね、もう後に戻れないので、うん、もう本当に集中して、うん、もう健康な子を産んでほしいですね。はい、はい、ちょっとねアドバイスも今日陣痛促進剤の話も聞きましたし。そうですね、はい、村上さんありますかな。いやもう本当困った時やっぱり村西監督の笛をこれがあるからね、これがあるから頑張ってと。大丈夫だ、絶対怒られるよね病院の人に。何ですか、ちょ一回怒られるとよく見るとナイスですねって書いてある。腹立つだろうな途中で。どうしよう、産婦人科の先生は気づいたらあれそれって時代村西してるのって気づいたらどうしよう。というわけでこの時間のゲストは森三中、黒沢村上でした。ありがとうございました。ありがとうございました。